ブラック駅に着きさえすれば、あとはウルマソがポリスに連れてってくれる。そんな楽観的観測を、お約束通り裏切られたアルチョム。これからナチスの卑屈と化したブラック駅に侵入します。レッツメタルギア。ふん、やらなきゃ終わらないらしいな。ここもドライ駅と似たような感じのステージですね。敵の数が多いんで、基本ステルスで数を削らないとすぐやられます。しかもドライ駅みたいに、極力戦わずにスルーする、というやり方も難しいです。なので皆殺しにするつもりです。そんなあなたの悩みも、これ一本で、即解決。心配するな。これは麻酔銃だからな。ナチスも敵軍も、ほとんどの連中はやっぱり、生き残るため仕方なくやってる。って感じだな。でも同情なんかしねえぜ。泥棒だって同じこと言うからな。食ってくためだ。ってね。知らねえよ、馬鹿野郎。と。この動画内で、初めて投げナイフ使ったかも、前も言ったけど、投げナイフは大変優秀です。ただクロスヘア開けしてるんで、この動画内では使ってませんけど。俺は本気だ。少し力を抜いて。俺が、いいや。本当に悪い奴は銃殺隊に志願してるよ。司令官になるとかな。俺はリアリストなんだ。確かにな。いいか、他のメトロはめちゃくちゃだが、俺たちは平気だ。なぜか秩序があるからさ。この精神を全ての駅に浸透させなければ人間はおしまいだ。哀れんだりはしないのか。哀れむには遅すぎる。なれるんだ。この部分だけ日本語吹き替え版の音声を入れてみました。どうです、この声優さんの遊びっぷり。杉田さんもびっくり。初めてだよ。偽若元やったんで、次はこいつと話してたやつやります。つまり上を巡回してるやつを先に始末するわけです。さあおいでー、お友達の偽若元くんが先に待ってるよ。リラックスしていいぞ。これで上の階の奴らは全部処理しました。で、ここで下に降りずに、一辺落方向に戻って、発電機を止めます。眠れ。ついでに明かりも消しとくか。その必要はない。僕が殺す。おもんないんじゃお前ら。殺す。ちょっと待ってください。お前を殺す。お前を殺す。ああバカ。クソでかい声出しやがって。行くときぐらい静かに行けや。行き過ぎ。なあ、とか、でかい声出すやつ最低だぞ。そんな声上げないでくださいよ。もっと、もっと嬉しくて楽しくて快感に浸るような声でやってくださいよ。どうですか？ここは全員ステルスで掘るつもりだったけど、まあいいや。じゃ、さっきの偽若元のとこに戻って、下の奴らを全部処理します。それにしても、なんでこのゲーム内のエンジンは、全部水平対向に気筒エンジンなんだ？
ダメだよ、隙間からの狙撃に注意しなきゃ。フルメタルジャケット見てないのか？あと一人か。それにしても発電機止めたはいいけど、本当にメリットあんのか？みんなナイトスコープつけてっから、あまり意味がないような気がする。ナチスは装備がいいからカッチカチだな。このフロアはクリアしました。が、まだ別フロアに敵がいます。この階段を上がると、敵の、バリケードの真正面に出てしまうので、裏から回り込みます。ちなみに、上におるナチスの、会話を盗み聞きしてると、メトロ2、という都市伝説の話が聞けます。これは結構有名な都市伝説で、一般市民の知らないメトロの存在のことです。モスクワの地下にメトロが作られた際に、高級官僚や一部の軍関係者しか使えない、VIP 専用メトロが併設されていて、今でも秘密裏に運用されている、という話らしいです。もちろん、あくまで都市伝説なので、はっきりとした根拠はないのですが、いくつかの駅にある、明らかに怪しい、閉鎖された階段や、大きなゲート、そして、行き止まりになっている路線の壁の向こうから聞こえる、聞こえてくるはずのない列車の、走る音、など、がまことしやかに、囁かれる噂です。一番有名な噂としては、1991年に起こった8月クーデターの際の出来事です。当時のソ連副大統領、ゲンナジー・ヤナーエフ率いる保守派が、クーデターを起こして失敗し、結果ソ連崩壊、民主化に、進んだ事件ですが、その際、モスクワ市長の、ボボスが市民と一緒に、共産党中央委員会の、執務室がある建物に突入したら、路線図にない地下鉄があった、という話です。興味がある方は、メトロ2、で検索してみてください。こいつ明らかにラリってたな、マジックマッシュでもやってたか？そういえば、2001年まで、マジックマッシュは合法で、明らかに山登りや山菜採りに興味なんぞこれっぽっちもなさそうな、バンドマン風の若者が山の中をうろついて、近所のジジババに通報される、なんてことがよくあったけど、2002年に違法薬物に指定され、すっかり廃れてしまったみたいです。表向きだけかもしんないけど、で、そのきっかけになった事件が、ある俳優が起こしたキノコ事件、で、その俳優さんは、今でもその界隈から恨まれてるそうです、マンマンちゃん。は？壁が溶けてるぞ。すげえ。完全にバレたな。まあいい、ここで、キャンプしてナチスホイホイしてやる。今のはすんげえびっくりしたっす。よく訓練されたナチスだ。やるじゃない。よし、この駅のナチスは全滅だ。しかしここまでやっちゃうと見バレが心配だよね。もしバレたら、アルチョムはナチスにとっての、最重要お尋ね者、になっちゃうもんな。名前変えた方がいいかも。そういえば、テレビとか雑誌とかに、自称元傭兵、とかたまに出てくっけど、あれってほんとバカ丸出しだよね。モノ本の傭兵なら、いろいろ恨みも買ってるし、作戦行動に、支障きたさないように。極力見バレ防ぐはずなのに、なんでメディアにのこのこでんだよ。まあ、あれだ、傭兵といっても、コック、洗濯係、通信兵、とかも、一応軍隊におれば、傭兵、だもんな、はは。道理だな。他にも、いろいろ海外を、渡り歩いてる自称ジャーナリスト、とかも怪しい連中だよ。
海外で信じられないような修羅場をくぐって数々の武勇伝を自慢するくせに、肝心の日本での武勇伝は一切なし。喧嘩すらなし。そりゃそうだよな。すぐ嘘だってバレるもんな。誰かが言ってたよ。物書きの第一の仕事は、まず嘘を書くことだ。ってね、ほんとそうだよ。真実は退屈で都合の悪いことばっかりだ。僕は昔、情がつく歩道部で、基本性善説、といものを信じてたバカ者な若者。だったので、全国放送や、新聞、全国の書店で売られてる本なんかに、書かれてることは、基本的に真実だと思い込んでたのよ。もちろん多少の間違いや、誇張はあるとは思ってたけど、ほとんどが嘘だった。とわかるまで随分時間がかかったよ。ほんとそれが悔しい。It's hard to describe my feelings at that moment. Exhausted, yes, but joyful. I had made it. Once I delivered Hunter's message, the rescue of my home station could be decided by those stronger and wiser than I, and my task would be over. 本当にそうなら、この回で最終回なんだけどね。まだちょっとだけ続くんじゃよ。Do not move! Name yourselves!Oh, we're Nazis coming to take your station. Ullman, is that you? You're lucky Petrovich isn't here. He's not a man for jokes. Who's that with you? 大根役者の代わりにウルマソがレールカーに乗ってたらバレなかったかもな。長かった。ついに憧れのポリス駅に到着しました。でもこれで終わりじゃない。もうちょっとだけ続くんじゃよ。そしてそのもうちょっとってのはどうやら30年以上続くらしい。死ぬ。夢を追い続けー。あーいつのおひいか、大空駆け巡るー。このポリスの真上には、モスクワ国立図書館があって、そこの書物が大量にこの駅に持ち込まれているので、戦前の近代文化が根付いているらしいです。ほんと、エキシビジョン駅から出たことのなかったアルチョムにとって、この光景は衝撃的なんだろうな。じゃ、早速ですが買い物します。まず欲しいのはヘビーアーマー。弾薬はあり余ってるんで特に必要ないや。で、ここでちょっと注意すべきことは、ミラー大佐が出てきて、話をすると、そのままムービーに入ってしまって、買い物ができずじまいになります。なので、大佐と話す前に買い物を済ませましょう。Where exactly are you from? He's from the exhibition. What, can't he speak for himself? Look, Captain, it's the kid's first time in Paulus. He's been through hell getting here, and he's carrying Hunter's message to Miller. So, cut him some slack, huh? そうだよ。Alright, get changed. There's the clothes.You can leave your gear. It'll be safe here. You'll get it back sparkling clean. ちなみにここで、冒頭で出てきたカラシニコフに専従に小銃が買えます。でも後でもらえるんで、無理に買う必要もないです。あ、後買い物できるのはここが最後です。この先、基本ステルス行動が必要な場面はないので、ヘビーショットガンと弾丸買い込んで、ひたすらぶちまける。って戦い方もありですね。僕はやんないけど。悪さ働いたらこうやって拘束されて、ちゃんと法で裁かれる。ってことは当然なように思えるけど、この世界じゃ特殊だね。他の駅じゃ、有無を言わさず撃たれるか追放だもんな。パソコンもあるんだな。アルチョムはパソコンを、見たことあるんだろうか？ここでイス、地獄からやってきたメッセンジャーですいや、ほんとこれマジで。まったく今日は大した一日だったよ。Well, thank you for bringing this to Polis. Was a brave thing you did. I'll call an emergency session. When they summon you, you'll report the situation. え？大勢の前でスピーチするんですか？なんか緊張してきたぞい。こんなことならスピーチ用の原稿を作っておくべきだったなぁ。